皆さん、こんにちは。ラオウちゃんです。こちらでは、週刊少年ジャンプで連載した漫画家の画力ランキングを発表したいと思います。ランキングは、投票を元にしたものなので、画力だけでなく知名度も、ランキングの要素に含まれることをご了承ください。それでは、まず、ランキング10位から発表したいと思います。ランキング10位は126票の桂正和先生です。桂先生は1981年に転校生は変装生でデビューします。さらに1983年のウィングマンで初連載を飾ります。そして1989年に SF 恋愛漫画である恋愛少女の連載が開始されヒットします。そして1997年にはファイズの連載がスタート。その後はヤングジャンプに移籍し、2002年から2014年まで、Z マンの連載をしておりました。漫画界隈では、桂先生は、美少女とヒーローをカラーで描かせたら右に出る者はいないスーパーテクニシャンと呼ばれるほどの画力を誇ります。ランキング9位は、128票の富樫義博先生です。富樫先生は、1987年に、飛んだバースディープレゼントでデビュー。そして、1989年の、伝で、ショーワルキューピッドが初連載作品となります。そして、その1年後の1990年に、悠々白書が始まって、人気作品となり、2年後にはアニメ化されました。また、1995年から1997年にかけて、レベル E を月1で連載します。そして、翌年の1998年に、ハンターハンターの連載がスタートします。ただ、キメラアント編の2006年頃から休載が多くなってしまいました。しかしながら、本気を出した時の富樫先生の画力は凄まじいですね。ランキング8位は134票の北条司先生です。北条先生は、1980年に、俺は男だでデビュー。そして、その翌年には、初の連載作品である、キャッツアイがスタートします。そして、1985年に、シティハンターの連載が開始され、大ヒット作品となりました。また、2001年には、シティハンターのリメイク作品である、エンジェルハートが月刊コミックゼノンにて、連載が始まり、2017年に完結しました。ランキング7位は139票の荒木博彦先生です。荒木先生は1980年に武装ポーカーでデビューします。そして1987年にジョジョの奇妙な冒険の連載がスタートします。個人的にジョジョの1部と2部までは劇画調で、3部と4部は現在の絵柄と昔の絵柄の中間、そして5部で今の絵柄に落ち着いたという感じがします。そして2011年からウルトラジャンプにてジョジョリオンが現在も連載中です。ランキング6位は294票の空知秀明先生です。空知先生は2002年にダンデライオンでデビューします。そして2年後の2004年に初の連載作品となる銀魂が始まります。ちなみに当初は奇抜な作風から弱肉強食のジャンプでは生き残れないだろうと編集部や担当から思われており、事実10週が経過した時点で打ち切りギリギリでした。しかしそこから人気作品となって15年も連載が続き、2019年に連載が終了しました。ランキング5位は672票の井上雄彦先生です。井上先生は1988年に短編作品の楓パープルでデビューします。この時の主人公は流川楓でした。そして1990年にスラムダンクの連載が開始され、バスケブームの火付け役となりました。1996年にスラムダンクが終了し、その2年後の1998年からは、
宮本武蔵を題材にしたバガボンドが連載スタートします。また、翌年の1999年からは、車椅子バスケットボールを題材にしたリアルを連載します。ランキング4位は、千秒の小田栄一郎先生です。小田先生は、1997年にワンピースにて連載デビューをし、瞬く間に大ヒット作となりました。初期の頃は、割とスッキリとした印象でしたが、最近では、びっしりと空白を埋めている印象ですね。これについては、以前に小田先生が、話を作って進めるには、メインの人たちだけ描けばいい。しかし、自分は、それに対して、街の人たちがどう思っているのかとか、その画面に収まっている全ての感情を描きたい。と語っていたので、連載を続けるにつれ、登場キャラが増えたことによって、キャラクターを詰め込む必要が出てきたからなのかなと推察しています。ランキング3位は、1023秒の村田雄介先生です。村田先生は、ドラゴンボールを読んで、ジャンプ漫画家を志し、1995年にパートナーでデビューします。2002年には、アイシールド21の作画を担当します。画風としては、鳥山先生やイラストレーターの西村絹さんの影響を受けています。アイシールド21では、一度も休載することなく、さらに並行して、ヘタッピ漫画研究所 R を月1連載するという執筆速度です。現在は、隣のヤングジャンプにて、ワンパンマンの作画を担当しています。画力も、さらに磨きがかかっており、特に25話と26話のフルカラーは圧巻です。ランキング2位は1290票の小畑武史先生です。小畑先生は17歳でデビューし、高校生の頃から絵が上手かったと編集者からも評判であり、1989年にサイボーグじいちゃんGで週刊少年ジャンプに連載デビューします。サイボーグじいちゃんGは、農作業用サイボーグに生まれ変わったじいちゃんが悪人と戦うギャグ漫画です。ギャグ漫画にもかかわらず、画力がとても高いですね。そして、1998年に、ヒカルの碁がスタートします。個人的に、小畑先生は、このヒカルの碁の後半から、加速度的に画力が上がった印象です。そして、2003年に、大罰組先生と共にデスノートがスタートします。小畑先生のすごいところは筆が速く、週刊連載をやりつつ、イラストレーターとしても活躍していることです。2005年にテレビゲーム義経機のキャラクターデザインを手掛けました。その時のイラストはこちらになります。また、2007年には太宰治の人間失格の表紙イラストを手掛け、これが古典作品の中では驚異的に売れました。現在は、大罰組先生とのタッグで、ジャンプスクエアにてプラチナエンドを連載中です。さらに、画力に磨きがかかっていますね。それでは、ジャンプ史上、最も画力の高い漫画家の発表です。ランキング1位は、1461票の鳥山明先生です。鳥山先生は、1978年に読み切り作品のワンダーアイランドで少年ジャンプにて連載デビューしました。そして1980年にドクタースランプの連載がスタートします。作中にロボットや車、バイクが多く登場しますが、鳥山先生の父親がバイクレーサーだった影響もあるとのことです。また脇役に動物が多いのは、人間だけだと顔を描き分けるのが大変だから、動物好きもあるが、人間よりも忠実でピュアなイメージがあり多様してると語っています。そして、1984年にドラゴンボールの連載がスタートします。鳥山先生の漫画は線が少なく、トーンをほとんど使わないのが特徴的なのですが、それでも全く物足りなさを感じさせないという評価が多かったです。ドラゴンボールの連載から2年後の1986年にはドラゴンクエストのキャラデザを1作品目から担当することになります。
ドラゴンボールの連載が終了してからは、短期集中連載やデザイナーを中心に活動することになりました。最後に、11位以下のランキングも合わせて紹介したいと思います。ラオウちゃんとしては、原哲夫先生はもうちょい上であってほしかったですね。以上、ご視聴ありがとうございました。